今年で50になるんですけど、あおめでとうございます。うん、あありがとうございます。あのいそで50になるんですけど、いそ九月、は月で50ですね。<は>あの<は>だけど15歳下の彼女が6月30日にできたんですよ。ついこの間じゃないですか。<laughs> はああそれで、おめでとうございます。全然トツの方を見れなくて、はい。 うつつを抜かしておったわけですね申し訳ございません、すいません、<laughs> <laughs> ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。いやじゃなくて、あの、<laughs> はあ、それが、<laughs> はい、その彼女、ちょっとめちゃくちゃ訳ありでして <laughs>、はあで、本人が霊感があるって言われるんですけど、はあはあ、で、ちょっと、あのー、その6月30日一1か月ぐらい前に会ってたんですけど、初めて会った日の夜に、うん 僕のすごい汚い部屋のとこ寝てたら、うん、夜中にすごいいい香りがしたんですよね女の人特有のっていうか、うん、でなんかその初めて出会った日のその夜にその匂いがしたんですよ、うん、であなんか女の人の匂いがすると思ってすごい不思議だったんですけど、うん、はいそれでその後そういうことになって でなんか仲良くなったんですけど。<う>はいで、それって何か、その瞬間に、あこの人だなって、すぐ分かったんですよ。なんかね。はいであ、なんかこれって疫病っていうやつかなと思ってたんですけど。<う>で、仲良くなって、あのー、初めてギュッと抱きしめたときに、やっぱ同じにおいがしたんですよね。<う>はーいそれで あなんかすごいちょっと怖くなったんですけど今は付き合ってるんですけどそれで写真送ったんですけど、はい、あのそれ僕はは写ってるんですよその彼女が撮ってくれたんですけどはい、はい、でそこになんか彼女いわく顔が写ってるって言うんですけど、うん、僕はそう思ってないんですけど。うん、はい でそれをちょっと見てもらいたいなぁと思ってはいはいじゃあ出していいんですかああいいですいいですあのー、ちょっと顔だけはあのー、なんか加工してあるので,、はい、で彼女がスノーっていうアプリで撮った写真なんですよはいはいこの写真の右側にある何かですよね なんかね顔のところに、多分僕が主にマスクがぶれただけだと思うんですけど、白い顔があるって言われて、言ってたので、うんうん、でも多分マスクだろうなというのと、あと黒い影が左,か左肩に、はあはあ、多分乗ってると思うんですよ、ね、黒い手が、まあ、黒いっていうか、なんだろうな、右そのなんか、右側にもなんか、そうですよね、なんかありますよね、もやーっとしたのが。う はあ、でまあなんかひその彼女と出会って左肩が痛いなあっていうのはずっとあったんですけど、うん、でただその黒いのはあの右肩に黒いリュックの紐を背負ってるのでたぶんそれが黒いのがぶれてそういう感じになってるのかなと思うんですけどああえー、っとあそあそうなるほどそういうことか。 って僕は思ってるんですよ、まあ、多分マスクでしょうね。ですよねでこのブレてるのもこの右側だからその、まあ、ジャガーノートさんの左の方でね、はい、向いて左側の方、はい、だから僕らから見たら右の方のあ、はい、その黒いもの。 も何かしらまあ手ぶれ的な何かなのかなっていう気はしますけど、うん、多分これ襟襟襟ででしょうね。あ襟ですかね。うん、あ、あすかそのちょっとこうなんていうかなえっ、ー、と、はい、首を右の方に振る振ると襟ほら、うん、襟がこう後ろの方をちょっと開くじゃないですか。 なんでその襟のところがちょっと出っ張って見えてるんでしょうね。ああなるほどなるほど。今隣の部屋に彼女がいてそれを見てると思うんですけどそれは幽霊だ幽霊だって言ってたんで顔だ顔だそれでちょっと。ああなるほどねで今笑ってましたけどちょっとそれで。はい ちょっとこっからは怖い話なんですけどおいいんうんほうはい僕あの十九なんですけどはい今年の9月までに <laughs> あの捨てれないと50になっても <laughs> 今今魔法使いなのでちょっといや違う違い違う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 違も違う違う違もうう あ、もう大賢者ですか <laughs> もうよ、もう大嫌い。もめちゃめちゃ笑ってますわ。<laughs> あ、やったじゃあこのままで行った方がいいっすかね転職しない方が。いや、そりゃ、そりゃ知らんけど。<laughs> ああ。それは知らないですよ。もしくは、もう、ご、はい、五十の日にしたら。<laughs> あご主になった時に結ばれた方がいいっすかね わかりました、なんか隣めちゃくちゃ笑ってるんで。50、50、ハッピーバースデーって。あなるほど、ハッピー、ええ。ねっ、そうそう、ね、別の火をともしてもらえればいいんじゃないかなと思いますよ、あなたのろうそくに。ありがとうございます。燃える、その火は燃えるんでしょうね。あ、多分燃え尽きると思います。いや、怖い話になってますよね。 一応。誰が怖いんじゃん <laughs> あ、すみま,ません。一発目だから。あ、すみませんでした。<laughs> いや、心霊写真も撮れたなと思って、これはもう久々に行っとこうって。ああ、まあまあ、もうその、写真に関しては、まあ、はい、おそらくそういうことなんだろうなっていう気はしますし、 はい、あのー、まあ霊的なっていうのとかはまあないのかな、まあ、あのスマートフォンとかってどうしても今のやつってはい、はい、こちょこちょここういうの言ってますけどあのあ<ー>撮った瞬間に「撮った!」って思ってても、はい、結構その間ずっと撮り続けてたりすることがあるんですよ。あ<ー>うん、なんでその間に動いちゃったりしたら、まあ、何かしらこう残像というか。 ああなるほど,るほど。で、あとこう白とかそういうこう明るめの色とかって結構残りがちなので。はあははあ。うん。黒とかはね結構消えたりするんですけど。あ、そうなんですね。うん、いやそう言われた通りですね。はああ、ね。色によってはその消えやすかったり。うん。ぞ、うん、残像とかで背景とこう混ざり合ったりとか。はあ したりしちゃうんですけどまあ,あそういうような兼ね合いだったりするのかなとは思うんですけど、はい、ああなるほどわ、うん、かりましたありがとうございますなんかあのじゃあ誕生日の日にちょっとそう <laughs> 賢者じゃなくなるのかそう, <laughs> そうすね残念ですけどまあよかったんじゃないですかそれはそれ大事に大事に取ってたんですから。 え、どうしましょすみません。ん大事にとってたわけじゃ。え,え、な、どうしょ今言ったんですか。すみません。いたしてしまいます。すみま,ません。すみません。言って。あ、いえ。あの、隣で彼女爆笑してるので。ちょこちょこ聞こえておりますけども。あ,あ、そうですね。いやなんか幸せそうで、いいんじゃないかなと、え、良かったと思いますよ。 ありがとうございます。はい、すいません。いや、あの、一発目でこんな話すいませんでした。そうですね。一発目で。い,いいと思います。はい、それはそう。ありがとうございます。はい、あの、あの、その報告はしなくてもいいんで。あ。<laughs> そうすか。分かまその、そう、おっさんのどう、筆下ろしの話は絶対に聞きたくないんで。 あ、わかりました。はい。ぜひとも、あの、どっか予想でやっていただければなと思いますんで。ありがとうございます。はい。それは、あの。すみません、こんな話で、お二人、お幸せに。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。失礼します。はい。私が十代の後半に。あるスナックの厨房で働いてたんですよ。はい、はい。で、そのお店は。ママさんがいて。うん。 あとそのほかに女の子が二人っていうなんか構成だったんですね、はい、その時は。はい、でその女の子二人のうちの一人うんと子さんとします、はい、たまに顔とか首筋のあたりにあざをつけて出勤してくることがあったんですよ。はい で私は最後に入ったもんですから事情を知らなくって、うん、まあどうしたのって簡単に聞いちゃったんですけども、うんえー、今付き合ってる彼氏に暴力を振るわれると<う>まあもう。 んん正直、40年前なのでまだ DV とかっていう言葉もなかった時代だったんですけど、はあ、えじゃあ、どうして別れないのっていう話になったんですよ。はい、別れたいんだけれど、別れ話になると必ず暴力振るわれて、うん、んどうしても了承してくれないと。うん かといって自分の働き場所も全部こう分かってるから、うん、逃げるに逃げられないと。うん、ねその彼氏の方はなんか落とし文句のように「俺と別れるんなら殺す」っていう感じで脅してたそうなんですよ。うん。でも その A 子さんもちょっと決意して別れる話をちょっと進めて進めたんですね進めたっていうか話をしたんですよ。はいはい、でなるべく表に出ないように出ないようにっていう感じでお店では働いてたんですけれども、うん、まあ生活かかってますからお店ずっと休んでるとは気にもいきませんので、うん、そしたらある日。 開店時とともにお店の入り口からその彼氏さんが突入してきたんですね、ええ、それも包丁を持って。<う>で彼女はもう悲鳴上げて厨房私がいる厨房の隅っこまで逃げ込んできたもんですから私も何が起きたんだっていう状態だったんですけれども。うん うん本当に数メートル彼女とその付き合ってた彼氏が本当数メートルってところにまで来たときに私は思わず腕を引いちゃったんですよその方のだその彼氏の腕を引いたそしたらとうん、腕を掴んで引いちゃったんですねはいそしたら反対側の腕に包丁をやっぱり持っていてはう、あ。 でも引いちゃった以上なんか私も何か何でしょうねこれはいけないと思って彼女とその彼氏の間に入っちゃったんですね、うんうん、まあでも彼氏の方も他の人を傷つけるとかそういうんではなく、うん、ただただ脅しのために包丁を持ってきたっていう状態だったみたいで、うん、刺すそぶりとかっていうなかったんですけれども。はい まあ、はいそ,そういうことがあったっていうお話ですすいませんまとめがなくていやいやいやど,どうなったのよ <laughs> あえっ、ー、とその後 <laughs> 包丁を取り上げまして<う>でただいやそ,そうだごめんなさい包丁を取り上げて 警察に連絡して、うん、ただ店は営業しなきゃならないからってことで、うん、えと深夜店終わってから警察が事情聴取にいらし,し,らいらしてえ<っ>でも英子さんがねどうん仕事仕事えはやってないですよねその方は <laughs> 仕事うん できないでしょう、うん、お水の奥の方に座ってました、うん、ずっとお奥にちょっとかに鍵のかかるスペースがあるもんですから、うん、そこの方に隠れてましたね隠れてたっていうかそこにいましたずっとで警察が、えー、営業時間終わってから来てくださいまして事情聴取をして、うんうん、だけれども 子さんがいまいち被害届を出すのを渋りまして、うん、結局事件事件というか事案にはならなかったんですけども、うんうん、っていうちょっと私も <laughs> 自分で何やって何怖いことをしてんだろうと思いながらも、はい、そういう怖いことがあったっていうお話です。まあ、その かまあそうね <laughs> うんまあでもあれでしょうその英子さんっていう方が店側にも何もしてくれるなって言ったんでしょそうです、ね、どっちかっていうとその、まあ、A 子さんっていうのはも店の方が迷惑かかってますからねそうですねうん店の <laughs> 店の,その店主さんが 訴えるっていう方法もあるけど、英子さんは止めてんじゃないかなと思いますけど。どうなんだろうね。ねうん、え、なんかそうですね。積極的ではなかったです、ね。ああ<ー>。だから、もうどうなってんだろうと思いながら、別れたいって言いつ,つ。うん。え、それ以降。それ以降って、英子さん、普通に仕事に来てたんですか。<laughs> えと次の日は確か休んだと思いましたけども、はい、その後は来てました <laughs> その, <laughs> そ,のそのお店の人もすげえなちょっといやまあすごいいい方なのかなっていうところもあるしどうなんだろうなそれをうやむやにしていいのかっていうところもあるしだけどこの子の意見も尊重しないとなっていうとこ、まあ、結構難しいと思うんだよなそこもな。 でなんで別れないのっていう人たち結構こういう話の中でいるんですけどはい僕もそういう子をどうにか助けなければっていう状況になったことありますけど、はい、やっぱね無理無理に近いというかだからもうその人がこの世からいなくならない限りは多分ね無理なんですよ。うん あのそこまではその時思いませんでしたけど、うん、後から考えてみるとうんこういう話にはもう自分は入っていっちゃいけねえなと思いましたいや、まあ、<laughs> 関わってはいけないなっていう,う、ね、助けを求められたらそれはその時考えますけどもそうねしかもそういうそうね助け求められた そうね法って聞かないんでねあのああいう人たちにはそうなんですよねあと警察とかそういったような人の前ではものすごく丁寧な態度とかとりますからそうそうなあ<ー>だから普段はね<も>あの普段はっていうかどちらかというと優しめの見た目なんですよ見た目だったんですよああ そうななのかなあまあでももう、まあ、見た目とかね関係ないですからね。うん。うんもうそれはいやどうどうなんだろうこういうのとかってただただマジで、ね、根が深いのでもし捕まったとしても、うん、その後の報復が怖いから。ですねそれもあったのかもしれない。うん でそういうのとかでもしもですよその何かあっても駄目だしじゃあ引っ越したらいいじゃんっていうかもしれないけどじゃあ引っ越しの費用とかってじゃあどうすんのよってもなるしうん、うん、他県にねで引っ越しとかもあるしで,、ね、でもそれによって人生ぶっ壊れるって思うんだったら今のこの状況で何とかしたいでもっていうところで多分ね堂々巡りなんですよね。 だんからもうこれは <laughs> 本当にこの犯罪ですからねた,ただの刑事罰刑事ですから、はい、そんなのもう包丁持ってきたも殺人未遂とか、うん、未遂ですしでも、ね、多分適用されるはずだと思うし銃刀法違反ですしいろいろ刑乗っかると思いますよ威力業務妨害とか。 いろ,いろんな刑が乗っかってくると思うけどそうなんですよねんえそのでもかその当人が訴えない限りはまあ何もえその後 A 子さん A さんとはしばらく付き合いは続いたんですかそのし仕事内でああお店にいる時だけですねじゃあそのだけっていうかそれ以降ですよそれ以降どれぐらいの付き合いがあってあ そういった話はあったのか。えっとその後私は確か三ヶ月ぐらいでそこを辞めてしまったので、その間は付き合いはありましたけれども。あじゃあずっと皆さんいたんですね。その後はいました。ああ。うんまあ夜のお仕事っていうところもあって、うん、まあある程度そういったのには慣れ。 出たりするのかもしれないけど、店主さんとかもそのオーナーさんとかも、うーんああ、まあ、うん、<laughs> いや難しいですね。こういうのはなんかこう,うわ最最低だなとは <laughs> すごい口では言えるけど、いやまあ、ねね、でも本当に最低な行為だと思いますよ。最低ですよ。うん、どう考えても最低な行為なんでしょうけど。 やっぱ逃げられないんだろうなとは。で仮名仮名だから暴露しちゃいますけどその英子さんもねちょこちょこ浮気してるんですよね。<laughs> うん、いやまあうんいいんじゃないそこら辺は。<laughs> <laughs> そうですか失礼いたしました。そこららんんはいいいじゃないかなか <laughs> ほらあのうん <laughs> それも原因なんじゃないかなとか思っちゃったり <laughs>、まあとから思いました <laughs> だ,かだから夜のお仕事の何かしらそのぐちゃっとしたようなところとかがいだれてるようなものだったりするのが、まあ、それがあったとしてて不思議じゃないだろうしそうですね、うん、いろいろあの耳戸島になりました正直 <laughs> <laughs> いやもう気をつ自分がそうならないように気をつけんといかんですわね そうですね。いや、ありがとうございます。はいえ、こちらこそありがとうございます。はい、どうもです。まあ、うちの奥さんが体験した話を。ちょっとしようかなと。思うんですけど、うん、まあ、はいはい、特に、あのー、うん、おらしいおうもあんまりないんで。まあ、ちょっと不思議な体験したねっていう、そんな程度なんですけど。はい,はい、はい、あのー。あの。あの、かのさん、かのさん、あの、ホラー映画の一途って見たこと。 ありますかねなんか見たなピエロのでしょそう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 。で排水溝の陰から顔を顔のぞかして「すげえ声ドナルドでしょ?」でちょっとおびき寄せてみたいなそういう系のホラー映画なんですけどそれをちょっとこう。 なんていうんてうすかあの夫婦で見てた時の話というかまあ、見て見,見終わった後ですねは<う>まあそれ見てあー怖かったねっていう、うん、あのー、話をしてで寝た次の日の朝なんですけど、うん、あのうちの奥さん、まあ、ちょっと民剤飲んだりとかちょっとあの、まあのま抗うつ剤飲んだりとか、まあ、ちょっといくつかこう薬を飲んで、まあ、その副作用もあってあの悪夢を見やすいっていう今。 体質みたいなな感じになってるんですけどほううんあのー、まあたまたまその時そのホラー映画を見たからなのか分かんないんですけど、はい、あのー、その夢に「あのット!」の,のピエロが出てきてうんで自分の部屋にいるんですけど、うん、あのー、まあ自分がこう布団 の中からこう目覚ましたらその目と鼻の先にこうピエロがいて、うん、で頭からかじられるっていう夢を見たっていう話だったんですけどはい、はい、面白いのが、うん、あのかじられてうわってなって目覚ました時に、うん、あのタタタタタッとこう部屋を横切る 小さいい影がいたっていうんですよ、うん、でその小さい影ってあのー、座卓のなんて言うんでしょうテーブルの足と同じぐらいの背丈で走り抜けてったっていうんですよね。うん、でその時ちょうどあの話聞いた時ちょうど僕あの仕事出てたもんで「何それ?」って聞いてよくよく聞いてたらなんかどうも小さいおじさんっぽい。 うん、うん、なんかあれなんですよね「なんかその一を見たらペンあの何 <laughs> 寝起きに小さいおじさんを目撃したっていうそんな奥さんの話です。<laughs> <laughs> <laughs> でその後どこ行ったのって聞いたんですけど<ー>寝起きだったんで全然わかんないって言ってて。お<ー>お ペニー・ワイズ、あの「そのイット!」のピエロは小さいおじさんだったのっていうよくわからない気もづけになったりもしたんですけど。<ー> <laughs> うんまあ、なんかよくわからないあの不思議な話というんそ,それどういうレベルで見たのかなのなんか結構はっきりしてたらしいですよ、寝起きの頭で。<ー>うん それはその姿じゃなくて影ですよねまあ人影何,何センチですいのあの何、ー、て言うんでしょうあの座布団とかで、ねま、地面にじ直に座ってあのあの座るタイプの,のテーブルなんですけどあの折り畳みの、はあ、ああ多分足の高さで言ったら40センチぐらいじゃないかなと思うんですけど。うん うん、ぐらいのあのー、まあ背丈の人影のような何かが走り抜けていったといううん、うん、まあまどろんでる最中だからなのかどうか分かんないけど。 まあ確かにあのねうあの頭がこう覚醒しきる前に見たもの聞いたものっていうんであれば、うん、まあ寝ぼけてたのかなっていうところで収まりそうな話ではあるんですけどまあちょっとあの聞いててあの <laughs> おかしかったのでちょっと記憶に残ってたっていうそ家。家では何かそういうのがあったりするんですか、はい うーんどうなんでしょう、あのー、うなん僕自身はまあ特に何か感じたりとかっていうのは全然なかったんですけどう、まあ、奥さん何回か金縛りにあってのと子供がなんか知らないおじさんの声を聞いてなんか風呂場から泣きながら出てきたとかっていうのはありましたけど。<ー> なんかお,お風呂入ってたら知らないおじさんの声がするでギャーって言いながらあの風呂場から飛び出してきた,ためちゃめちゃ怖いやんそれは <laughs> それはめちゃめちゃ怖いやん <laughs> <laughs> 知らないおじさんの声が聞こえたのって言ってるんですよでも僕見に行った時にあのそんな声もしなかったですし誰もいなかったんで「誰もおらんね」ってあのまた風呂場にあの押し戻したっていう <laughs> <laughs> え大丈夫大丈夫って言って。 <laughs> いやでもだからかお,お風呂場に聞こえてぐらいの声だったら、うん、普通に部屋にいても聞こえるでしょううんまああのー、家の中でまあそんなね、あのー、距離があるわけでもないんで、うん、まあ風呂場の中で聞こえてる声だったらまあ大体もうん、家の中でも聞こえるかなと思うんですけど <laughs> 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 もうねあの廊下べちゃべちゃになって、あのー、顔もぐちゃぐちゃになってって,って。 もう状態だったんで <laughs> とりあえずお前泡流してこいって言ってまだ戻しました。いやまあまあでもねちょっとな何かしらそういうちょこちょことあったりするんだったらそれってひょっとしたら関連があったりすんのかなっても思ったりはするし関連があったらあったで嫌だろうし。 じゃあいるんじゃんってなっちゃうしいるのかなっていう <laughs> <laughs> ちょっともう築年生もだいぶ古いねあの平屋のアパートなのでまあいても別に不思議はないっちゃ不思議はないんですけど <laughs> ゴキブリみたいに言うなよ <laughs> <laughs> いやーあの彼女さん、あれですよ、僕はあの実家の方もなんかこうい,いるんだろうなっていう中でずっと過ごしてきたんだ <laughs> あ、まあまあ、別に言っても、<ー>害なければいいやっていう感覚なんです。害がなければね、いいんでしょうけど、けうん、奥さんに害が及んでるから。あ<の>ちょっとか奥さん、ねあの,ねあの疲れやすいやと思いますね、体質的に。疲れやすいとは。 あのー、なんかそういうこうそっちの疲れやすいの方そっちの疲れやすい拾ってきやすいっていうんですかうーんあのいつだったかな今年の5月にあのあのー、断崖絶壁なのの某観光名所うんあの北陸のうんもう名前出しちゃおうかな 糖尿棒いいんじゃないですか別にそうそうそう糖尿棒は全然いいと思いまし、ね、<laughs> そうそう,うん、はい、そこを見に行ったことないって言ってたんであの連れてったんですよ、うん、蚊に食えるしねあ蚊に食えますね、まあ、ちょっと時期外してたんで、うん、蚊になかったんですけどあの連れてった次の日からずっと首と,かあの首と腰が痛いってあの2か月ぐらいずっと <laughs> 言い続けてるんですよねうんうんうん もうなんか寝ても覚めてもなんかずっと腰と首が痛い。うーんで、温泉連れてってももみほぐししてもなんか全然収まる感じがないんで、うーん一回神社連れてった方がいいのかなーっていうのを今、最近思い始めたところですね。 そうなのかなあ。どうなんでしょうね。あのちょうどあの遊覧船のあの知床の事故があったばっかりだったんで、うん、あの、ね、東尋坊の遊覧船に乗るのはちょっと断念してたんですけど、うんうん、の乗ったらまたもうちょっといろいろこう、はっきり出たのかなっていうの今更思ったりはしてますけど。<laughs> えっ なんなん,ていうんですかこう普段のこう腰痛とか肩こりで収まらない程度にこう出てるのかなっていう意味で出てる船乗ってたらうんあのゆ遊覧船の,かあの観光の遊覧船乗っかってたらもうちょっとまたいろんなとこ回ってたと思うんでうん、うん、今だいぶ危ないこと言ってない <laughs> <laughs> 大丈夫だと思うんですけどねいや <laughs>、うん、まあ危ねえな危ねえな <laughs> <も> <laughs> うんやめとこういや,やいまあでもあのー、そうねやっぱちょ,、まあ、ちょっとネックになってど,どういう状況でその薬をね処方されてるかっていうのもわからないからああまああのー、そ,そこはまあうんそれ聞いちゃったからね うん、聞いちちゃゃっっててまますすもんねいやすもんねね話しそこはちょっとあの <coughs> どうしたって、ま、その考慮せざるを得ないというか考え <laughs> そ,そこを取っ払うことはちょっとやっぱなかなか難しかったりするんでうんうんそこも結構あったりするんじゃないかなっていうところで。 シャ,<え>シャミさん自身がそことどうそその状況でどういうその言葉を発していくのかとかね、まあままさか今言ったその船運のみたいなようなことをまさか奥さんの目の前で言ってないよねとは思いたいんですけど。あ全然言わないですよ言わないですよ <laughs> それは言わないですよ <laughs> それはさすがにうんだからちょっとあのそそのあたりは <laughs> あのあんまりあんまりだからそのちょっとうーんまあ経験上お薬的なような話まあなったら絶対言うんですけどあんまりそっちの方に系統させないようにしないといけないんであーなるほど、うん。意識的にやりすぎても多分反発が起こるんで。うんうん そういううういいいのがないようにないよよにに自分自身でもし疲れやすいみたいなことを言ってるんだったらちょっと危ないなとも思うしそういう環境に、まあうん、ならないようにした方がいいんじゃないかなとも思うしただ上どういう状況かも分かんないから僕適当なことは言えないですけど <laughs>、うん、まああれですねその線引きがあやふやになってこうちょっと区別つかなくならないようにっていう。 入るですかねうーんそうだねーうーん,うーんまあうんちょっと <laughs> うんそ,そっちの方向には寄せない方がいいでしょうね <laughs> 奥さんかわいそうだし <laughs> でもでもやっぱそっちの <laughs> そっちの方に行っちゃったりもするからこっちでどうこう できることがどうか分かんないけどあの止めることはできたりする誘導したりはすることはできたりするとは思うんで,そ,うで、ね、その辺りの付き合ってい,いった方がいいんじゃないかなっていうのはありますけどね。まああのー、なんて言うんでしょうあの僕自身がなんかこう「ここ行ってみない?」って言ってこう危ないとこ連れてくってことはあんまりないんですけど、うんうん、本人が行きたがったら多分どんな反応になるのかなってこう。こ あんま止めないかもしれないんで、そこはちょっと気をつけますかね。<laughs> ちょっと、うん、興味津々になってしまうところあるんで。うん、うん。そそそう。<laughs> 自分の趣味に付き合わさないようにした方がいいかもしれないですね。<laughs> そうですね。はい。いやいやありがとうございます。 この前、まあ、僕だからほぼほぼ初というか、まあ、同じイベントに2回行ったって感じなんですけども<ん>初めてレベルの会談のイベントになんとか参加することができたんですね。あ,あそうか行けてないって言ってましたもんね。基本的にまああんまり予定が合わなかったですけどうん、うん、マンボので行けて、うん、でまあその,そあのイベント自体も良かったんですけども、はい、まあその、うん、イベントのその会場っていうのが、うん、まあ基本的にその。 小さいいバーみたいなのをやってですよーんでそのイベントやった後にまあちょっとこう飲み物飲みながらまあその演者の人もある程度、うん、まああの何ていうか面識ってことじゃないですけども知ってる人もいたのでまあちょっとその、うん、そういう怪談系の話やっぱなるわけですね参加してた人も。でその中で、うん、多分その僕2回参加して2回とも確かその人いたはずなんで、うん、あのー。 なんか多分その階段好きじゃないんですよ階段好きじゃないんだけど、うん、その2回とも来てたってことはおそらくそのバーの常連さんなんでしょうねおそらくそのどういうイベントとかあんま関係なく来る人っていうのがいらっしゃって、うん、でだからその人もあんまり階段っていうことをよく知らなかったみたいなんですよ。うん、でだけど話してるうちに あーでもなんかあれなんかユーレとかじゃないんですけど僕なんかでっかい女を見たことがあるんですよねっていう話をし始めたんで,でおおってなっておーおっってなってこっちもお,ーな,おーなんかちょっと聞かせてくれませんかっていうでっかい女ってあのなんか都市伝説みたいになってるなんかすげえでっかいツイッターであの有名ツイッターじゃねえやなんかヤフーチェーブルコなんかの有名なみたいなあのでっけえ人みたいな,いな,たいな,ないそうなんですねおおってなってでそれでまあじゃあちょっと 聞かせてさもらったのが <laughs> まあそのえっとやっぱどっかでやっぱ飲み屋とか行くのが割と好きみたいでその時は、はいえっと、後輩の女の子かなんかと一緒にその飲み屋さんに行ってたと。うんはい、でえカウンターのやっぱりあるようなその居酒屋さんだったのかなでこう普通に飲み食いして喋ってたりしてたら、うん、いきなり音が何にも聞こえなくなったって言うんですよ。 その周りの喧騒ももちろんそうだし隣の,その女の子が喋ってる声も聞こえなければ自分の声とか自分が発してる声とかも何も聞こえなくなっちゃったんですよ。ほ<う>だからもう、うななんだこれっっていう風になって、いに 自分もなんか喋ってるんだろうけど、その自分が声出してるのも自分の耳にすら届かない。で、女の子もなんか、どうしたんですかみたいなこと多分言ってる、口パクパクしてるんだけど、その声も何も聞こえないっていう状態で、うん、おなんこれ、何も聞こえないっていうふうになってで、しかもこの音が聞こえないと、人間って大体3波間でバランス取ってるんで、ちょっとこう、立ちくらみというか、ふらふら、こう、若干しちゃったんですね。うん、で、フラフラってして、ふってこう気づいたら、のカウンターの中に、 すげえで「かい女がはっえ何?な」と思って別に店員さんでも何でもないそのセーフォレニーみたいな服って言ってたら多分スーツなんでしょうね、うん、その白いシャツと多分地味なこのスーツみたいなのを着てて、うん、でもう頭がこう天井につくぐらいのでかい女がこう立っ で髪は結構長くてで首をグッて下に向けて、うん、こっちをこう見てるじっと見てるただなんか睨んでるとか恨みがましいとかじゃなくてなんかちょっとむしろキリッとした凛とした感じの表情だったっていうんですけど、うん、何も言わずにこうじっと見てて「うん、え何これど,どういうこと?」っていうふうにこうなんていうかそのでっかい女っていうものがまあおかしいのは分かるんですけど、うん、そのなんで幽霊とかそういう妖怪的なものだとも認識してないんですよその人。は、うん、はい、はい だから、えな何これ、誰みたいな感じで思ってたら、いきなり音がふってこう耳から入ってきて、またガヤガヤガヤって言おうと思って、おおって、なんか大丈夫ですかって、おお、大丈夫、大丈夫って言ったら、もうその女の人の中にいなかったって言うんですよ。うん。で、ああ、なるほどねっていうふうに聞いて、でもう一回それがあったって言うんですよね。で、それは、場所は多分別で、 1>, 1, 1回目の方はちょっと場所聞き忘れちゃったんですけど2回目が大分かどっかのやっぱ飲み屋さんかどっかでそれは座敷のところでこうやっぱ飲み食いしてたらやっぱりお手がふって全部消えちゃって、うん、であれってなってまあでも何ヶ月か前かちょっとやっぱ記憶は多少あったんであれそれは何かなんかそんなことは前あったなっていうふうに思ったらやっぱり今度はその座敷のところでこう自分の目の前にズーンってこうでかい女が身,身長がもう頭ぐらいまでだからやっぱつきそうな。 で今度はちょっと何て言うか顔とか雰囲気は似てるんだけど、うん、ちょっと違う気がしたっていうんですよねで髪型も聞いてみると <laughs> 最初の女よりちょっと短いぐらいで顔立ちも似てるんだけど、うん、なんとなくイメージが違う。 ただ、服装とかはまあやっぱ比較的似てるこうスーツを着てるような姿で,でやっぱり首をこ,うこっちにグイってあの折るようにしてみ、まあ、見下すようにしてで見てるけどやっぱりこの恨んでるとかなんとかってことじゃなくて普通にこうじーっと見てると、うん、なんか面接とかのだね、うん、でだけど何を言うわけでもないしそもそも音がもう全然聞こえないしでこっちをじーっと見てるだけだからえな何なんだろう これ本当にって言って止めらってたら、まあ、また音がふーって聞こえるようになってでその気づくとその女はいなくなってたってこういうのがだから2回ぐらいあったんですよねって言ってでその人だから その階段に興味がないんで、そういうその、でっかい女系の話って知らないんですよ、全く。本人自身が全く認識しなくて。うん、だから、幽霊とか、まあ、そういう死んだ人の魂が出るのは、なんかわかるけど、なんか、でっかい女って、だって幽霊としてもおかしいでしょみたいなこと言って、まあ、確かに言われてみりゃそうだなと。僕らなんか 逆に話として聞くからあ,あれが出てきたみたいなそのは,、ね、はしゃく玉とかそういうのが出たみたいな感じで捉えるけどその,、うん、その人はあんまりそういう怪談文化そのものがもうピンときてないんで、うん、どっちかっていうと何でそういうで,でっかくなるのかっていうのがわかんないと。で、まあ、これはちょっと余談に近いものなんですけどその人がなんか誰かに連れられて。 そういうなんかこう占い師とかなんかそういう人たちがこういるところにこうなんかミーティングみたいななんかそういうところがあるらしくて行ったらしいんですよね。うん、でそこでなんかその自分の不思議な体験ってそんぐらいしかないからそれを話してみたらそのなんか占い師かなんかの人がこうあそれはあれじゃないかなみたいなことをなんか他の人と喋っててなんか2人ぐらいから。 それはなんか時空の歪みになんか入ったんだみたいなことは言われたらしいけどでも時空の歪み入ってもでっかい女と関係ないですよねって言われて <laughs> それはまあそうかもしれないなっていうふうにまあちょっと思ったんですけれども、うん、まああのだからその人が言ってくれて初めてだから僕もこう気づいたというかそのでっかい女のそのまあ怪異というか。 そういったものって、ぶんあるとしたら2択というか、うん、おそらく元からでかい何かそういうものっていうのがいて、うん、で仮に、うん、でそれがそのまま出てきてるっていうパターンか、うん、もしくは本来のサイズはそんなに別に僕らと変わらないようなもんなんだけど、うん、それが何らかの作用ででっかくこうなってるってう、うんそう、そういうふうな状況状態になって出てきてるかっていうまあでもよく考えるとその。 どっちかにはなるはずですよねっていうような話をこうしてたんですけど、うん、本当にだからそういうこう発酵様とか全然知らない人だから僕がこう,こういうのが結構あってっていうとなんかあそ,そんなんあるんだみたいな感じで反応してたから全然知らない人がそういう結構まあそのネットで有名なそのでっかい女の会の話してるっていうのがまあすごく面白いなというふうに思った話でございます。 まあどういうふうな認識っていうのをまあその人にしか見えてないから、うんうんうん,うん,うな,んなんでしょうけど、もうもう一個ここにあるとしたらその人にとってはでかいってことですよね。あはいはいはい。まインナースペースというか、そう観測者によって で見え方変わるまあものもね,ね結構あったりするからうんうん、うん、元から階段は結構そういう要素ありますからねうんあのそのでも基本階段ってその階段に精通してるとか、うん、その階段が大好きっていう人たちって、うん、そうでありたいこ,これちょっと 他の方々をちょっと、その、ま、揶揄するわけじゃないですよ。全然そんなこと、気持ちもなんもないですよ。あの、はいはい、見たいって気持ちから、何でもオカルトに、はい、行っちゃう人たちが、ね、行き、はい、がちなこともあったりするじゃないですか。はい、はい、そうですね。ね。そういうものも、まあもちろん会談として、あ、全然それ怖いねってなることもあるけども、うんうん、基本的な会談で全然その会談とかも関係ない人たちが、そうですね。 まあだと思うんでからこそのこういった配信やってるけどこういった配信やるとやっぱどうしたってこのね動線としては階段好きの人たちしか基本的に来ないから確かに、はい。本当に全然そういうことに関心もまあゼロじゃないけど、はい、夏場だったらなんかほ、ね、本校はとかあなたの知らないこうねえ。 世界みたいなようなのを見たりするぐらいだよっていう人たちが体験したなんかよう分からんもんってもうなんかだか,からんんっ知ってる人っていうかそれで集まった人だったら「<laughs> ああなるほどね」みたいな「うん、そのああんかはしゃくさま系で」みたいな感じで片付けるところを本当に多分関係ないなんかもう全然知らない感じの人だったんで。 それがこうねどほん当になんかその場所に関係あるのかはたまたその方に関係が何かあったりするのかすごい興味深いところではあったりする、うん、しかもその状況が全部別の場所なのに一緒ってことでしょそうなんですすよねすごく似てるで出てきてるものも似てるけどそこは本人が言うにはちょっと違った気がするっていうそこら辺はなんか妙にリアリティーが出てくるっいうか。 あの覚えようそのどうしたってね体の中にそういった変なことが起こったら脳ももちろん覚えてるし体も覚えてるじゃないですかその質感みたいなようなものもはい、はい、だけどだからそこでちょっと微妙に違うっていうようなその微妙な違いっていうところが何なのかっていうところも、はい、いやい、ね、なんかちょっとそういうそ,そこを言われてなんかなんでもなんかちょっと違う気がしたんだよねみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 逆にちょっとリアルだなうん、うん、なんか全く同じだったらそういう人がついてきてるっていうこうなんか一本の話になるんですけどそ,うです、ね、それでもないのがまたちょっと面白いなっていうそうですよね僕らはそれが起こった時点で何かしらものすごく考えちゃいますからね、はい。<laughs> そうなんですよねはああなん,なんなんだろうなんかもしかしたらまた今後その後もね もしかしたらまた何かしら経験してしまうかもしれないですけどその方もねなんか報が聞けたらいいですよねそうですねまあイベントもそんなにたくさんはいけないと思うんでちょっとあれですけどでも多分そこのイベント行ったら割といそうな気がしますねバーのね常連さんなのであればそうなんですねはいありがとうございますはいありがとうございますはいまたよろしくお願いしますはいお願いします 近所に回覧板を配ることってちっちゃい頃ある地域って分かりますかねわ、うん、かりますわかりますでそれがあって自分が回覧板を隣のおじいさんのとこに持ってってねって言われて、うん、持ってったんですよ小3ぐらいな時には、うん、はい、はい。そしたら、あのー、玄関開けても誰もいなくて、うん でもうそういう時田舎の子なんであのおじいさん家部屋に入って探しちゃうみたいな感じなんですよ田舎って。はいはい。あの子供だしみたいなんで。はい、だからおじいさんがの鍵がちょっとこうすりガラスから見えたんで「うん、あのおじいちゃん」って言って開けたら首を突っ取っちゃったんですよ。 で、親に、まあ、その子のだから首吊りっていうのがまだえっと3年生ぐらいなん,なんで、あんまりよく分かってなくって、うん、隣に行ったら、おじいさんあ、下がっとるよって、家に言いに行ったんです。うん だからうちの親が何パカなこと言うの、触っとるわけないじゃんみたいな、うん、もう一回行ってきなさいって言われて、うん。マンをもう一回持ってったんで、ね、うん、そう、でも、どう見ても、ロープもあるしじ、じいさん下がってるしみたいな。うん、で、もう一遍家帰って、あれは首吊りだと思うよって、うちの親に言ったんですよ。うん 親が、もうそんなんうまく言ってって言って、一緒に確かめた時に、本当に首吊りだったんで、うん、まあそこから警察を呼んで、うん、まあバタバタと、こう、見聞とかいろいろあって、うんうん、で、でそれで住めば全然よかったんですよ。まあいよかないけどね。 よかなかったけど <laughs>、うん、全然うち,うちの家としてはなんか大変だったねぐらいのまあ第一発見者ですからねうんそういろいろとやらないといけないいろ、まあ、んなことも聞かれたでしょうしうんそうなんですよ、うん、大変なことにはまあちょっとねなったでしょうけど、うん、ただその後もっと大変なことがあって<は>その家の骨組みがあるじゃないですかな、はあ、くなっちゃったとこの。 柱とか家のそうそうはい梁とかそういうことですか梁とかそれをねうちの父さんがうちの離れに使いたいって言い始めてどうせ崩すのえ崩すもう誰も住んでないんででそこの息子さんとか来て崩すのにお金がかかるかかるじゃないですかだったら うちの親が何を思ったか知らないんだけど、その柱とこの建屋の部分だけ、うちの家にちょうだいみたいな。ああはあはあ、こ壊した廃材ってことですよねだからそのまま立てたまま引っ張る。<laughs> 引っ張る引っ張るんです。はあ、うちの母屋の裏に骨組みごと引っ張る。はあ で壁とかは新しくやるんだけどもだから引き屋さん建て建前職人のほら骨組みだけ持っていくっていう感じのことがあって、はい、その家を離れに結局なったんですよ。ほ<う>まあでも壁とかはきれいにして間取りとかはちょっと違うんだけども<う>それがまあ で,で親としてはもうお中学生とかになったらそこ使えばいいじゃないあなたたちって言われていやまあどういうことっていう話じゃないですか <laughs> いやもう事情知ってるから住みたくねえなーあんなところには住みたくないでしょでしょそうなんですよ住みたくはなかったんです本当にあ<ー> <laughs> あそうだ一しし階 を使ってたんですそそののの離離れの離れはりがあるのはどこなのはりがあるのは兄貴の部屋の方なんそうなのでこれはもう絶対譲れない部分なでもう兄貴行けどうせ行かなきゃいけないんだったら <laughs> じゃあお前が上に行けよと <laughs> そうそうそういう感じで兄貴に譲ったんですわしゃ絶対に行かんぞと。 ではいかんってまあそうなり、まあ、そういう交渉はあるでしょうねどっちかねでもいい兄貴はその時ちょうど修学旅行でいなかったんでこの事件はちょうど<え> <laughs> 欠席裁判えっ結裁判で知らなかったのでかわいそういやいやお兄さんも知ってるわけでしょでもえー、っと首吊りの件はうん、うん、あ多分知らなかったんじゃないかあ知らないんだ あの時もクラブの合宿かなんかでいなかったので、うん。うん。え<っ>なし兄貴だけなんかちょっとチューブラリになってて、お<う>で、まあ、こっちに持ってきた時に、実は兄貴こういうことがあってからさ、みたいな。で、うん、自分はもうあの、生も見たし、うん。もう絶対2階とかありえんみたいな。 で交渉して1階を勝ち得たんですよ。うん、で,でまあしばらくそこで、まあ、兄弟で暮らしてて、うん、これが事故,事故物件っていうのはこういうやつかみたいな感じだったんですよノリ的には。はい、であのでも何も起こらんけいいやいいやみたいな。うん で、友達もすごい泊まりに来たりとかしてて、うん、で、ある日、ちょっと兄貴に、その友達に貸し,と貸した漫画を返すのに兄貴がいないから勝手に入っちゃおうぜみたいな感じで兄貴の部屋に行ったんですよ。はい。そしたら、なんと、うん。足が2本空中に浮いてました。うおぉの <laughs> ですよ。 それを友達3人見てえ友達も見てるんだ。友達も見たんです。うわ、いたで、みんな、うわーって言って階段を走って降りて、はあはあ、今,今のなんだったみたいな。って、はあ <laughs>、つうことはみたいな。すごい、そこで妄想劇っていうか。 これはなんだ<え>みたいなえっそ,そ,その時点ではその友達はそのとそういう場所そういうのがあ経緯があるってのは知ってるんですかえっとね知ってること知ってない子がいてて<ー>、うん、知ってる人はあれじゃないかみたいなうんそうですよねうんまあ自分もあれじゃないかみたいなそうですよねうんもう一人の白い友達は何だ,だったのみたいになってて、うん、おもあそうなんであんなない いいやそんなおもちゃねえだろみたいなそんなけったいなおもちゃどこも売ってない<う>バンダイは売ってないからそんなそ<う>決対な構だとね売ってないって売ってないけども <laughs>、うん、2> でも2回目をちょっと本当にあるかも見に行こうっつって、うん、すごいビビりながら行った,も行ったんだけどなくって、うん。だここやっぱお化け出るんだって思ったんです、うん、その日うん でもまあ兄貴の部屋だからいいやって思っててうんうん自分の中ではねは、はい、でも夜中のね2時半ぐらいになったら、はい、あの着物を着たおじいさんが、うん、あの降りてくるようにな,なってきたんですよ<笑><笑> <laughs> なんかズルズルみたいな感じでお<う>もえこれ気持ち悪いみたいな、うん でも、もし、でも、それが自分が出向けて見とる可能性もあるでしょ。そうですね。2時半ぐらいだったら。うん、で、これはちょっとみんなで泊まって、本当に来たら、そっから考えようっていう話になったんですああ、学校かなんかで話してそ。そう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 。で、その日に友達が5人ほど泊まりに来て。<laughs> 大勢 <laughs> <laughs> そう、なんかお、<laughs> 俺が有志みたいな。うん うん、俺はお化けより絶対強いみたいなけのわからん連中が泊まりに来たんです、うん、そしたらやっぱり夜中2時半ぐらいに音が聞こえ始めて、うん、やっぱりじゃんって、まあ、自分はもう3回目ぐらいだったんで、うん、ほらほらほらってなってて、うん、プッて後ろ見たら全員逃げてた <laughs> <laughs> どういうことみたいな。うん うん、そういう逃げ,逃げられて、うん、これはもう僕たちの手には負えませんみたいないや手に負えないっていうか何も戦ってもないやん <laughs> そう戦ってもないんだけど <laughs> 振り向いたら誰もいなかったっていう立ち向かってすらないやんそうなんそうなん、ね、<laughs> <laughs> もうどういうことみたいなねうあんなに息をようと俺がやってやんぜみたいなのを言ってた人間たちが俺が僕にしてやんぜって言ってた連中 2>, あの2秒で逃げた。はあ、で、うん、うん、でも部屋はもうこれ以上変えてもらえないんで、うん、もうしょうがないかと思って、うん、そこに住み続けること、2年ぐらい住み続けてたんですけど、<laughs> うん、卒業するまでね。はあ、で、ただあの、兄貴の部屋で、うん、オーディオが兄貴しか持ってなくて、録音をすると、うん 変な声が入るんですょ。男の声で。<laughs> えっそ？そのとえちょっとそんうん？うん？それはじゃあソラマメさんが兄貴に頼むか貸してっつってあのなんか好きな知りとかそうそうそう兄貴に頼むんではなく自分で兄貴がいない隙にあ,あ,あの自分がやるみたいな。 でも物理的に無理ですよね何がだってマイクかなんかつけないと基本的に鳴ってる音楽の<っ>その同じ中に何かしらこう部屋の中で聞こえてる音とかって入らないじゃないですか、うん、部屋の中の音が入らないのに、うん、友達から借りたテープをダビングしたら、うん、自分のテープ側だけに音が <laughs> 男の人が何か「うお」って言ってるやつが最初に入ってるみたいなうわ怖っいやーもう邪魔と思って <laughs> どうしてくれるみたいな、うん、でやっぱ友達に借りてきたもんで返さない ダメージじゃないですか次の日とかね。明日までにちょっと録音するわって。もう何回撮り直しても、おっさんの声入るみたいな。お,お,おっさんっていうな。<laughs> もうどういうことみたいな。<う>で、まあ、ままあ、まあ、ずっとは住んでたけども、<う>なんだろうな、なんかこう、うちにとってはすごく迷惑だっただけみたいな。うんうん、日々が 3年間会ったということですよこお兄さんからうんは何かしら聞いたことあるんですか、うん、兄貴はなんかおばあさんが足元から這い上がってくるおばあさんうん <laughs> おばあさん死んだのおじいさんなんだけど、うん、首吊りしたのは、うん、その前1週間前におばあさんが病院で亡くなっちゃったんですよ。 だからもともと夫婦2人ぐらいして。ああ、そうなんだ。それ後追い自殺みたいな。なるほどね。そうで。で、うちはまあ、多分おじいさんじゃないかなっていう人は見たんだけど、おばあさんは見てない。うん、まあ、多分あの部屋で,で<え>寝たらおばあさん出るのかしら、ね。じゃあ、お兄さんはおじいさん見てないん兄貴はおじいさんは見てないですね。 <laughs> <あ>でも<う>あのカセットの,あのよくわからない雄たけびのおじいさんの声は、うん、聞いて「キモ」っつってああまあでもそれ録音されてるわけですからねうん、うん、それはねなんかねクラス中みんな回ったって感じへえーえーうん、気持ち悪いよ気持ち悪いよっていうのはえそれしかるべきところに送ったりしたら何かしらこう雑誌かなんか雑誌やねえや その当時のラジオとか番組とかで取り上げられたかもしれないですね。そうそれがねあのやっぱり30人ぐらい今ちょっと帰ってきたペロンペロンになってま <laughs> まあテ, <laughs> テープはねテープはねテープはしょうがないですけどね。<laughs> そう、ね、まあでも、えー、まあ,あれから取ろうっていう気もならないしこれ確実100%じゃないですけど、うん、ほぼほぼこれ。 ねこう、向かってきてるの、そら豆さんですよね。なんかね。うん。そうなん。ね、階段も降りてくるしね。うん、うん。困ったなって感じでした。二階におばあさん住んでたんですかね。うん、なんかそうみたいで。うん、だから、その二階で。首つ。ってしまったんですかね。おばあさんいたとこの、おばあさんの部屋かなんかかな。そうおばあさんの部屋で首つって。 ああ,、うん、そうあ,あだから1階が自分のテリトリーなのか1階はねあの今だったんですまめ、うん、さんに目がけ,<今>けてきてんのかなっていう気もするし、うん、それか元の今に戻りたかったかみたいなまああるんですうん かもしなないなんかいろんなこと想像しちゃいますけどそうでも夜中の2時に本当にもう毎日毎日降りてこられるのはすごい迷惑だってえそれ3年間毎日じゃないでしょえっとねいや多分ほぼほぼ毎日だった <laughs> いや気狂うわ <laughs> でしょそっか,かそんなあまあ自分が留守にしてる 時もあるんででも自分がその部屋に寝てた時は大概ああまあもうまあまあ深くは聞かないですけど <laughs> <laughs> あのちょっと音が気持ち悪い友達のとこに止めてってよく <laughs> 止めてもらってあああでも,でもえでもそれって家には相談しないんですかやばいよっておじいさんお,おじいちゃんあの首 っっちゃったおじいちゃん降りてくるよっていうのは訴えかけなかったんですかそれはねうちの父さんなんだけど、はあ、ちょっとネジが一本抜けてるっていうか、はあ、あの考えが前向きなんで何とかなるよって何がっていう <laughs> いやじゃあお前寝れやってならなかったんですか <laughs> <laughs> それはならならかったえじゃあ寝てみてみや 言うじゃないですかいやもううんだって嫌だよってんでてお化けが出るからっ,つってどういうことっていうことよねみたいないやネジがあるないじゃなくてただ怖えんやん <laughs> <laughs> だってもう大体他人事じゃん完全に <laughs> そうもうね離れと思うやで、ね、別れてると見て見ぬふりっていうか <laughs> 単純に怖いだけじゃないそんなの そう,そうねもう友達もそんな感じだってうちの周りこんなやつしかいないんだなと思ったこう <laughs> 人生勉強になったみたいな時期ですよもうい,いやまあうーんそうねだってそれ,そ,、ね、それ以降その5人組の友達が来てバーって逃げちゃった以降からうん、うん、もうこれ全員知るところになるわけでしょ、うん、こいつんち出るっていう、うん、なったなった、うん、<laughs> な,なったわけでしょ <laughs> うん、えっ、うん、だってそのあ足を見たっていうのってこれ明るいうちですよねそう夕方のね4時、うん、4時半ぐらいだったと思う帰っててだから自分が回,回覧板持ってった時と同じぐらいの時間だったと思う <laughs> だから時間的にはまあ、うん、多分た いいつだだっっっててるんんろうううなっちゃうし夕方から夜にかけて朝方とかは朝方とかは何もないまあ基本的に家にいないでしょうからねかか朝方は、うん、休みの日は分かんないですけどまあでもやめてほしかったのは、うん、まあ階段降りる行為だけやめてもらえればなんとか <laughs> っていうぐらいか <laughs> いや階段降りて そうねまあ2階に用は基本的にないですからねそうそれがねまただから夜中の2時とかだからもう絶対<ー>なんか目が覚めるしトイレにも行きたいしみたいな<ー>でもじじい来るしみたいな <laughs> いや <laughs> それは結構な地獄の3年間 <laughs>、うん、でもでもだいぶ慣れたんで 1年ぐらいいでもうなれ<ー>もううここれはこういうシステムだと思ってシ,システム <laughs> <laughs> あそうななれるもんなんすねうん<ー>でもまあ顔を見るとかがなかったから音だけだかったしいやまあでもそうそうね、うん、えでもす全身見たこともない、うん、全身見たことはないんですかじゃあ あのー、釣ってる時は見たけどいやそりゃそ,そうやろ <laughs> それじゃないようん <laughs>、うん、それとねうん全身読だから足だけは見たけど足以外は見てないそれ以降も音だけですかじゃあ音だけえじゃあその5人組っていうのは足音だけ聞いて逃げてったんですかそうあのドアがギーって開いた瞬間に「あなるほどねうん<ー>ドア開いたよ」っつって。 その友達の足見たって証言と、うん、その泊まりに来た5人の証言で、うん、まあね確定ですもんね。うん。あのおかげでホラーブームが舞い起こ起こり。いやまあブームが <laughs> まあブームが起こるっつったってじゃあブーム起こったら何なんだよじゃあうちに来るのかいってなると、うん、誰も来ないでしょ。うん、でもねなん何か チャレンジするっていうけど音、うん、聞いた瞬間に帰るみたいな夜中にうん夜中帰る方が怖いわんな,近所なんで <laughs>、ね、あそういやー泊まってみたいなそういうところがあるんだったら全然いい,い,いけど今ちょっと悩みたいになってるけどもあまだあるんですか あるある誰も使ってないもう気持ち悪くて誰も使えないえー、えー。行きたいどうぞ <laughs> <laughs> 行きたいどうぞ教えいくらでもあの本当に行っていいのうん。あと自分はいいけどちょっとじいちゃんに交渉せにゃいけんけそうですよねまだいるわけでしょ<の>なんやっちゅうことは 自分の友達だと言い張って一緒に泊まれば別になんとも <laughs> <laughs> ないかなみたいなうん行きてえわ、うん、あの,、ね、あのちょっと交渉して OK だったらご連絡ください了解でも、うん、あ,のあれすごい農作業道具とかぶっ込まれてるからうん大丈夫大丈夫寝ないからずっともう待ち構えてるんで。 カメラ構えて。はい。定点カメラで。で定点カメラと、すっげえ音拾うマイクで。じゃあ、広島に来た際は、ちょっとだけ寄ってみてください。はい、あの、いや、あの、寄ってみてくださいっていうか。あの。あ,あ、泊まりたいのか。そう、いや、うん、泊まる。うん、まあ、その。うん、い、行く。まあ、その時間帯でしょ時間帯方2時とか3時とかでしょああ、そう、そうね。泊まりだよね。うん、そうしたら、ね。うん、まあ、泊まるかどうかわかんないですけど。そう、ほら、行っていいかの、どうかの許可を。 うん、取っていただいてオッケーっていうんだったら行く <laughs> オッケーじゃあうちのお,お気楽親父に言っときますと、はい、とりあえず許可を、ね、得ていただかないといけないので、うん、ちょうど九月八月8月後半か9月とかに、うん、あのちょうどあの九州帰るんでなるほど、うん、でもうちよりもっと出る どう思うか自分のとこにあります持ち家であ,あそううんこれは別にまあいいやぐらいの <laughs> 今の話の流れで出るところがあるんですよ、うん、え、うん、いやまあでもこれは別にいいやって感じのってこれどういう会話 <laughs> あえー、っとど俺はな何をへ俺は何を今理解すればよかったのいやいや今この家に泊まるよりももっと泊まってたらすごい、うん、あの目に会える家がもう一件るけあっちの方がいいかなみたいなうんうんうんいや、うん、そ,そこでもいいですしでもそこの、うん、なぜその出るうんぬんになったのかとかその何があったのかみたいな話うん、うん、僕まだ聞いてないですよねそうねうん、うん そうです。まあじゃあ次回、ま、次回それをはいはい。じゃあどこに行くか、<の>もしくはどっちも行くか。うん、<laughs> ああどっちも。行、うん、くか、うん。どっち来てもいいん。いっ。あそれはもう俺まああの,あのまあ言ってるだけなんでお願いしてるだけなんで許可をうんのはもうそらまめさんがオッケーであれば行くんで。うん、うんうん、じゃあジジ、うん、をちょっとしあの飲まして。 状態にした時にイエスって言わせますいやもうそ,それだったら言ってないのと一緒になるから。<laughs> <laughs> じゃあじゃあもういい,いよだからいやじゃあもうそうあのさ後付けていろいろとさいろいろと出てくる場所とかだったら行きにくくなるからもうほらう、ね、い,い,いいかダメかはもう交渉して<あ>で、うん、その行って<解>本当全然行っていいところがあるんだったら。 全然その許可もなしに行けるところがあるんだったらそこでもいいですし、うん、それは、うん、もうかせしますけど、うんうん、行っていいんだったら行きます了解です、はい、じゃあ次はもう一件の話を聞いて <laughs> じゃあどっちにするっていう,そ,う、ね、そ,それはうんちょっと聞かせてくださいまたの方がいいかな,みたいな、はい、まだ全然時間の余裕はあるんでまだ8月とか後ろすごい後ろの方なんでまだ、うん、了解です、はい、ちょっとど これはひょっとしたら広島でのでただ広島っつったってでけえからなどの辺りなんだろうなってあるけど <laughs> え,えっとねいや超山の中いやもう全然山とかでも全然大丈夫なので <laughs> あのー、じゃだったらついでにねあの石見銀山でも行くかってなっちゃうな,なるんで。 そ,そこら辺は、まあ、ちょっと、あの、いろいろと考えます。はい、まあ、そのオッケーが出たら、ね。うん、いや、また、次、ちょっと、その場所のお話聞かせてください。そうね、はい、あの、うん、どそうします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、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 どうもです。いすはい、どうもです。はいはい、僕の知り合いで、えっ、ー、と、仕出しや、仕出し料理屋さんに勤めていた。男がいるんですね。 あ、うん、だ、どっち、うん、え<ん>、料理店勤めていた、いた、<だ>男の人、男の人、ちょっと今、あ、途切れちゃった、ったはいはい、途切れちゃった、ごめんなさい、うん、がい,いたんですね、はい、で、その彼の勤め先というのが、えっ、ー、と、いわゆる葬式とか法事でいただく消化堂弁当とか、はい、あのおつやで出てくるような寿司おけとかを、うん、えー、作って配達するという仕事を、うん だったんですけども彼はその会社の正社員で、うんえー、ただ運ぶだけじゃなくて、うん、えて、ー、行けばそのお通夜ならお通夜の席の料理の部門の,そのリーダーをやるし、うんえー、葬儀屋さんの殺傷窓口みたいな営業っていうこともやってたそういう仕事をしてたんですね。うんうん、で、まあ、してたしてたってさっきから過去形で言ってるんですけど。うん この長く続くコロナ禍のせいで、今、葬儀の形態がめちゃめちゃ変わっちゃったらしく、はいはい、うん、お通夜や,やらないとか、うんあ、やっても家族だけだからご飯いらないとか、うん、そういう例が増えすぎた、煽りを食って、うん、昨年末だったかな、結局、事業撤退、まあ、倒産に追い込まれてしまう。うんうん たんですよねそれ以来ちょっと連絡取ってないので今どこで何をしていることやらという感じなんですけども今日の話はですねまあまだまだあのー、葬儀が元気で、えー、彼があバリバリと働いてた時期に彼が体験した話なんですけどもね、うん、あのー、りょ料理屋さんって結構活動エリアすごい広い それでもなんとなくこう管轄が決まってて、えー、彼は、まあ、呼ばれればどこでも行くんですが主に、えー、と東京の西多摩の地域の方、うん、ちょうど今カナダさんが生活されてるようなそっちのエリアを担当することが非常に多かったそうなんですね。うんうん、でそっちの方に一軒のお寺がありまして、はい、そこのお寺の敷地内に、えー、葬儀用の式場が。 併設されているんで,す、ねうん、でまあそのセレモニーホールは何もそのお寺の檀家じゃなくても利用料払えば誰でも使えるっていういわゆる貸し式場だったんですけどもこういう表の式場を使うとその式場に彼も含めていろんな業者さんがこう集合してくるわけです。お花屋ささんんんととかか農もちろんこう総,総合 プロデューサーサとして葬儀屋さんも当然来るわけで,、うん、でみんなこうそれぞれやることが違うから入り時間も帰る時間もバラバラなんだけども、えー、自分の役目が終わったあ業者からどんどん引き上げていくんですね。うん、でお通夜があると結局全部終わってから食事をするわけだから、うんえー、料理屋さんって一番最後に入って最後まで残ってるじゃないですか。 葬儀屋さんも、えー、と大体自分のやること終わるとあのじゃああとよろしくねって現場を離れてしまうことが多かったそうなんですよ。うんうん、ま,まあそれでお家帰っちゃうというよりは葬儀屋さんは会社戻って明日の準備とかがあるんでしょうけども、うんえー、現場に最後まで残ってるのは彼であることが多くて、うん、でこの式場って一つルールがあってですね、うんえー、全部片付けが終わったらそのお寺の 事務所、えー、寺勤めるところと書いて事務所ですねに、うんえと「何々家のお通夜終わりました」って声をかけに行くんですよ。うん、そうあよって言ってそこの住職が、えーあのー、輪っかにたくさん鍵をぶら下げた鍵束を持ってその式場をチェックしに来るんですね。うん であちゃんと電気消えてるねここのコンセント抜いてくれたねってチェックして最後にその住職が自らガチャンって鍵をかけて「はいお疲れさんでした」ってそうしてもらえるまで帰れないっていうルールがあったんですよ。うん、で、えー、ある時この住職というのが比較的高齢な方だったので、あのー、まだ元気だったんですけど住職の座を降りまして。はい 当時副住職だった息子さんに住職の座を明け渡したんです。うんうん、えそれでも、まあ、まだこのお寺の一僧侶ではありますし、えー、どうもこの方式場の鍵をかけるのは自分の仕事だってすごいこう思ってたらしくて、はい、え住職を降りた後,後もやっぱりこのルールは変わらなかったんですね、うんうん。毎回その人が鍵束持ってきてガチャンって閉めてくれる。うん でまあ、そういう役職があるのかどうかわからないんですけども、うんえー、そうやって接しますんで彼みたいな業者からは大住職「大住職大住職」なんて呼ばれて、まあ、慕われていたそうなんですよ。はいはい、で、えー、それからまたしばらくして結局まあもうお年もお年だったのでこの大住職なくなったんですね。うん うん、で大住職が亡くなった後少しルールが変わりまして、うん、まあ単純に人手が1人減ったわけで、うんえー、少しこう合理化が進んだといいますか、うんえっと、この鍵束をですねあらかじめ葬儀屋さんが預かっておくっていうことにルールが変わったんですよ。うん、でお通夜の間中葬儀屋さんが鍵束を管理しといて。 で葬儀屋さん自分のやること全部終わったら「じゃあこれよろしくね」って言って料理屋さんにその鍵束を渡して帰る、はい、でまあ彼もそこの式場の別に専門っていうわけでもないし他の職員もいたんで、うん、毎回毎回行ってたわけじゃないんだけども、うん、え久しぶりに行ったら最後葬儀屋さんに「じゃあこれ最後鍵よろしくね」って。 渡されて、うん、あそうか大住職なくなったから自分でやるようにルール変わったんだなって思って「はいわかりました」って言ってそれ預かったんですよね。はい、で全部終わって片付けて電気消してで自分でガチャンと鍵をかけて、うん、じゃあ最後この鍵束を事務所に返して終わろうと思ってパッと振り返ったら、うん、その式場の先が少しなだらかな上り坂になっていて、うん、その上りきった一番上に。 そのお寺の鐘、えー、つき堂があ,あるんですって、除、はい、夜の鐘とか叩く。はく鐘つき堂が、その鐘つき堂のところに、はいえー、水銀塔が建ってて、うん、そ,のにその下に人が建ってるっていうのに気がついたんですよ。うん、でもちろん真っ暗なんですけども、うん、えっ、ウソ祖父みんな帰らせたのに。 だ誰かいるけど何だろうと思ってよくよく見るとその水銀灯の明かりに照らされて立ってるその人が亡くなったはずの大住職なんでだって驚いたんですけど体はこっち向いてるんですがどうもこう目はうつろでどこを見るともなくぼーっとした感じで立ってる。 だらんと体の横に下げた右手には今自分が持ってるのと同じ鍵束を持っていたんですって。うん、で「あ大住職はまだああやって見回りに来てくださってるんだ」って思ったら、うん、全然怖くなくてなんだかすごいありがたい気がしちゃって「うんうん、お疲れ様でございます」って深く頭を思わず下げてしまったんだと。うん でその顔をパッと上げてもまだ大住職そこにボーッと立ってて、うん、結局その鍵束を事務所に返すためにその場を彼が離れるまでずっとそこに立ち続けていたらしいんですよ。はい、はいはい、っていうことがありまして、うん、でこのことを自分の同僚とかあ現場でこうコンビ組むことになったその配膳会の配膳のおばちゃんとかに「前、うん、俺ここでさこの式。 でさこんなの見ちゃってねっていう話をしたところ、うん、何人かはあ「見ました見ましたお住職来ますよね」っていう人がいたらしいんですよ、うんうん。っていう経験がありますっていう話を以前聞かせてもらって、うん、この現れた回の正体ももうはっきり分かってるし、うんえー、見た人たちがおしなべて怖がってないので。うん うんまあ、あんまりもうこれ以上は深掘りできないような話なんですけどなんか怖いっていうより、うん、なんかちょっと夏の夜に聞きたくなるちょっと怖い話みたいな感じで、うん、いやこの話好きだなーって思って聞いたっていうそんなお話です。以上ですうい怖いか どうかはやっぱその関係性みたいなようなところにね結構あるとは思うんで、うん、そうでしょうねうん,うんああまだ見守ってくれてんのかなみたいなことを思う方々がほとんどなんでしょうけど、うん、けどねこれ、ええ、普通の何も関係ない人が <laughs> いたとしたら <laughs> まああんまり関係ない人が見るような場所ではないんでしょうけどうんじ、うん、ないんでしょう、ね、場所的にね。うん 場所でもう本当に全員帰って本当に、うんうん、業者さんが最後に鍵を閉める時間帯とかって多分一般の方はいないですよね,ねそこには。いやでもで<す>なんかこういうのを聞くといやもうほっこりだねで終わらせときゃいいのに、うん、なんでずっと居続けてんのかなっていうのもちょっと気にはなるんですよね。 うん、な,なんとなくね、あのー、あれは思ったそうですよあの、早く安心させなきゃみたいな気にはなったって言ってました。ああ、向こうさんにね。そう、あのー、なんか、<ゅ> <laughs> その、お住職に心配かけないようにしなきゃと <laughs>、うんうんねん。というような思いにはなったって言ってましたね。んもしかしかて心配で 成仏できてねえんじゃねえかみたまあそう思ってしまいますよね。ですよね。うん、住職が成仏できてねえんじゃんってなっちゃうと <laughs> なんかね <laughs> ちょっと親ってもなっちゃうし <laughs> そうです、ね、あと俺どれだけこの式場の施錠にいい命張ってんだろうっていうような思いもあって気になるのはそこなんだっていう <laughs> いや<ー>あの寺のこ うん、そこ気になると思いますよそのずっと見守ってくれているのかなとも思いたいですけど最後の最後その施錠するところでそういう風なものを、うん、まあ見ちゃうとな,な,んな,んか、ね、な,なんでだろうってちょっとこう。 ねえ腑に落ちない部分っていうのもちょっとあったりするんじゃないのかなとまああまり深く考えてもね。なんか念というか念と,、うんねね、というかそこに固執している部分だけが現世に残っちゃったみたいななのかな <laughs> まるっと成仏してないとは思わないんですけどね大住職様ですままあ、まあ、まあね。うん <laughs> 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 そこだけはどうしても気になっちゃうみたいなのがあったのかな <laughs> 気になる部分はねあるけれどもまあまあそういうことなんだろうというところでいいんだろうなとは思いますけどなあとはいはありがとうございますとんでもないですはい,はいま,たまた来ますありがとうございましたです見てもらいたいものがあってほう まずまあそれの経緯っていうか話なんですけど先日ちょっと雨がひどい日がありましてはいはいで雷がすごい鳴ってたんで動画を撮ってたんですね外のそしたらこうしばらく動画撮ってたら急に寒気がしてきてなんかとにかくやばいっていう気がして慌てて動画を止めたんですねその時慌てすぎちゃって足引っ掛けてちょっと 足をちょっとひねったんですけど、うん、でそれを友達に笑い話みたいな感じで動画と一緒に送ったんですねその時の、はい、そしたら友達がそれに何か映ってねって言われて、はあ、で自分もそれを見てみたら、うん、確かに何か映ってんなっていうことで、うんうん、<laughs> っていうなんですけどこれ、はあ、送ればいいですかね送ってくださいはいえっ、ー、とどう<に>ちょっと待ってくださいね <何>こうかえー、っと動画だよねはい元動画は長いんですけどその最後の部分だけを切り取って、うん、はいるんですけどはいちょっと待ってくださいねんはい、はい、だろう急な寒気がした どうかな、来るかな。あ、来たね。ちょっと待ってね。これは、保存して。えー、っと、本当、これ急に寒気がして。これで見る。なんか、やばい感じがしたんですよ、とにかく。これで見るのは、ちょっとあれだな。えー、っと。えー、っと <laughs> いや、ちょっと待って。あの、すごい、どうでもいい話だけど。はい。<laughs> あのスカイプのアイコンサムネ <laughs> <laughs> <あ>ですあの、U U、UFO にしとるやん超にしとるやん分 <laughs> <です> <laughs> かりやすいかなと思って <laughs> びっくりしたわあれなんか見覚えあるな <laughs> これだけ切り取ってみたらなんかちょっと痛んだ たらこみたいに見えるね。なんかなと思ったらあれや UFO やんこないだの。えー、っとこれか。えー、っとこれだね。これか。ちょっと待って俺,俺だけとりあえず見るね。はいちょっとちょっとえーっと いや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 いいややえ、何これえっと今見てもらいましたか見たの途中で左をこう最後の方で左を一瞬向くタイミングがあったんですけどえん何秒ってわかるあ、わかりますえっと何秒の部分ちょっと待ってくださいね VLC で行く 大体11秒から12秒にかけてですかね。11秒から12秒にかけてえ一応そこ切り取った写真もあって、うん、それを送ったら、こんな感じになるんですけど。んうん。うん かかりますかねこの物干しザおがあってその手前になんかうんちょっとちょっと待ってねはいえー、えー、っとこれはどうしようかなこれで明るくするかえー えー。調整。おの座をこの。今、何を見てます。この。切り取った画像ですかね。うん。どのこう、鉄のパイプみたいなのが見え。カーテンと。となんていうの。<laughs> 右上の方に。あるじゃないですか。<laughs> あなんか荒い荒いからなだいぶ荒いですよねそのなんですけど、うん、その物干し竿みたいなやつの手前になんか黒い影みたいな感じで物干し竿っていうのはどれだこれ物干し竿っていうかあのクロスのなんで洗濯物を干すうんちょっと待ってねこれちょっとこれこう流れで見ないとわかんねえな,いな いいですね、これカーテンカーテンカーテンがありますよん,ーんーここだもんな。 えー、明るさあでもそっか映像とりあえず送るかちょっとみんなちょっと待ってねちょっと待ってね出すからちょっと待ってね <laughs> こう映像が早いんで手ぶれとかもあるのかなとか思うんですけどえー こうこうちょっと待ってもう一回映像見るねはい、<laughs> いや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 ,いや <laughs> うんっていうででのこう てのこういってのここですよねですですここ、ここに何が映ってんだなんかこのカーテンの、干してる、干す竿っていうか、干すやつのこれ、これね、今配信は見えてるはい、見てます配信見てるよ、ちょっと待ってね カーテンレールっていうものがもうこのね分かんないんだよ。あカーテンレールはですねちょっとねちょっと待ってね。この部屋の画像っていうかそのあとあのね高校生くんがこの家の構造わ分かってるからですよね。の多分その説明になると思うんだけど。 家の構造知らないからねちょっとね分かんないんだよね明るくして撮ったのが一応あるんですけどちょっと待ってね今ね明るくはしてるんだけどえー、っとこれ,あれ出すしかないな <laughs> あれを出すしかないな <laughs> これを出すしかないな <laughs> <laughs> さあこれえー、っとこれな何番 <laughs> これ何番かなえーっと <laughs> 13から25の <laughs> 1318えっ13から 25?1314151819202325 <あ>25にかけて、うん、黒いもやっていうのがあって不思議だなっていう、うんうん、不思議だなっていうかおかしいっていうことになって一応今カナさんの方に明るくして撮った家っていうか、うん、この部屋の。 送ったんですけど、これ、あ,あ、なるほど、こんな状況になってんだね。はい。いやまあそうねう。これのどの部分が映ってんだ？の、ちょっと待ってくださいね。この画像の星、星さおっていうかのちょうど、んうんうん、クロスの形になってるんですよ。 うんうん、でその多分クロスの部分がこの5番の場所だと思うんですけど5番ああなるほどねはいの<で>家の中に干すあの立てるやつねクロスになってこう足,足があって 2>,、はい、に2本こうあの干す部分があるで<す>部屋干し用物干し台ねはい,、はい、はい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 で まあ定規関係で言うとこの1とかの方が床うん21とかの方が天井側なんですけど確か、うん、ああ頭になってるんですけどそうねこれがおかしいかどうかははいあのー、実際の映像の明るさってこ,これ これなんですよねでこれをこれをこう流れで見ると今こ,これだよねこ,ここだよねこのの黒いでああだからここに指かかってたりする可能性もあるんですよ。 あー指ですかうん倒れてる表紙にそのカメラのところに指が何かしらかかってたりするかもうこれ何、はい、かしらの影が映っててもおかしくない状況ではあるしうん,うん,、うん、うーんなんでまあ何とも言えないですね。ですね。あ<ー>であとこ<の>まあ突出すようであれなんですけど、うん、この後と言われて、うん、その。 ここののの金田さんに見せたこの家の写真をどんな感じになったら写るのかなって撮った時にこう録画をしようとし,した時にこう間違って写真が撮れちゃってその時窓を向けて写真撮ったのにわけわかんない写真が撮れてたんですよ2枚。が。あって。 どこかを切り取ったら多分そうはなるんでしょうけど、うん、自分は窓を取ったつもりでずっといたんで、うん、なんか変なちょっと待ってくださいね、うん、久々に出たわこの二十<れ>アタック25 <laughs> 久々に出したわ <laughs> あれ写真がないあれ 写真ない何写真ない写真がない,がないあの、あれなんですよ。iPhone にあるライブ機能、うん、のあれで撮れてて、今、スカイプでその画像探したんですよ。なくて、ちょっとスクショしますね。スクショああのスカイプ側に出てこないんで、 あスカイプ側にでな,なんでだなんか出てこないんですよ <laughs> あそれ送れない形式だったりするのかな今スクショしあスクショしたのは送れますねうんこの2枚なんですけどなんかたたみっぽいけどなん撮れてるけど自分は絶対カメラを 窓に向けて撮ったんですよ。うん、あの一番最初外を外映してた<う>なのにカメラの画角的に下になってておかしいなっていう下なんですけど下なのかどこ映してるのかわかんなくて畳かな多分畳だと思う畳でしょうねそこは畳なのはい畳ですおお<ー>だが取れてるっていうなんか あよくわかんなくて<ー>そのそのなんでしょう撮れる前に寒気がしたっていうのもあって、うん、怖いなと思ったっていうあれなんですけど第一はいやすまあそうねまあ、うん、でもライ,ブライブのあれ使ったとしたって撮れるものは映してるものではあると思うけどなスカイプで今その。 あ,あ,あった。あ,ありました。んスカイプ側にもありました。すいません。あ,あったありました。<laughs> なんか、は今コメントであるけど、母に見せたら、なんか顔、顔が見えたとか言うんですけど、自分はわからなくて、うん。あの、まあね、あのー、なんだろうなこういうことを言うと、 あれなんですけど <laughs>、はい、あのー、え荒いじゃない荒いですね。荒いものって、あのーまあ、今,今ってこうやって画面上でわざとこう色上げてるのね。はいでこうしてまあなん,かこうなんか顔に見えますとかになるんですけど。 これってもういわゆるシミュラクラとかそのパレイドリアとかって言われる人間の脳はもうそれがあったらそう見えちゃうっていうものにどうしてもやっぱなってしまうので <laughs>、うん、これでしかも上げてノイズがものすごく出てるからまあそう見えてもおかしくはないけどあの先人がね すごい非常にいい言葉を今ちょっと真っ暗になっちゃいましたけど非常にいい言葉を残しておりまして「はい、顔に見えるは顔じゃない」というお<ー> <laughs>、うん「顔に見える」って言うけど、はいうん「顔じゃねえじゃねえかと」と <laughs>、うん「顔に見えるは顔じゃないから」っていうねあのー、<laughs> そういい言葉を残しておりますんでね「えー、顔に見える!」 っていう方々は一旦立ち返って考えて顔に見えているっていうことは顔じゃないってことだから <laughs> <laughs> 冷静になれっていうねことなのかなっていうところありますけどまあでもこのこれに関してはでもそうねうーんなんんでで畳がっっちゃったんですかねうんそれも不思議で。うん まあそれこれに関しては分からんなですね自分もどのこ盛大にこけたっていうか引っ掛けたんでうんちょっと今もちょっと痛いんですけどと <laughs> んがらがっしゃーなってましたもんね <laughs> ですね盛大にちょうどうぞ雷も落ちてどっちかっていうとそっちの方が心配になっちゃう <laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> <laughs> ってなっちゃうからうーん 窓を映してんのに下を映るっていうのはああ撮って取ってそのまま下に向けたっていうか、はい、その無意識にカメラを下におこう振るじゃないですか。はい。そのタイムラグがあ,<ー>あってのってことなの かないやでも押した瞬間に基本的にスマホとかのカメラは撮るからなですよね舌を向けた記憶が本当ないんですよねそこはあのね写真ってね記憶がないところでね写るんですよはいああ、うん、あのとこの写真を撮ったっていうもの はいあのま、記憶のない写真ってね結構世の中にあるんですよ。ああ撮った覚えないけどフォルダには入ってるっていう。これね結構くせんではいあのー、ポケットの中とか何かしらそういう画面の状況にしておくとはははいはい、はい何かしらねやっぱ撮れちゃったりするんですよね。 バッグの中で勝手にシャッターが切られてるってことはありますね。動画とかもね。はいはいはい。うんで知らない間にパノラマになってたりするしね。ああ<ー>。うん。そこら辺が癖もんなんですよね。あ、それ何かしら違うモードとかでたまたまこういうことになったのか。 うんうん、なあっていう気もしないでもないけどいやどうなんでしょうね。ですねわ、まあからないわからんですねまあ <laughs>、まあ、ちょっと <laughs> でもえそ,それってえ今寝てる部屋なのいやあの今ちょっと暑いんで一、うん、回寝ててうん 2回は基本的この部屋は使ってないですね、洗濯物を干す以外には、はい。ちょっと怖い、怖かったことはあるんですけど、まあ何も出ないんですけど、この。え、その部屋でちょっと怖いっていうか、じ個人的な怖いで、あの、うん、金田さんはそこの部屋の,あの明るい写真で分かるんですけど、この、うん、奥に人形がいるじゃないですか。うん この人形はーのために作れた一品ものらしくて、うん、でこれが小,小さい頃っていうか中学つい、うん、中学卒業するぐらいまで月一回は夢で出てくるっていうの、うん、<laughs> で個人的に怖いっていうこの人形映していいんですかいいですよちょっと待ってね <laughs> ちょっと洗濯のあれに。 重なってますけどそだいぶ重なっちゃってるけどえー、っとえー、っとどこいったどこいったえー、っとこれかえー、っとこれねこのお人形さんねですですです。 まあこの人形さんがどうこうっていうことは分かんないけどですねうーんちょっと今でもちょっと不気味な感じがするっていうかうん僕は怖いですけど、ね、これはまあ <laughs> <の>まあね人形はどうしてもちょっと怖がっちゃう。うん 怖い対象ではないんですけどねどうしても人の形してるっていうところでちょっと恐怖がねよくこう、ね、映像とかには出てきたりしますからうーんまあ怖い対象になりうるところはあるんでしょうけどまあうんあのん何も、ね、まな、あ、んもないと思えば何もないと思うよ <laughs> すげえ適当なこと言ってるけど <laughs> はいうん まあでもそうねなんかそういうちょっとこうおかんがしたっていうところはまああるにせようんちょっと映像とかねまあ見てもそんなになんかうわっっていうようなものとかでもないし影とかそういったようなものとかはまあ流れ そういったこうどんがらがしゃなっちゃったりとかっていう状況だから、まあ、何かしら映ったりっていうようなものはまあありうるのでまあ別にそのあんま心配しなくてもいいと思いますよ。なかったです。うん、まあ今自分に起きてることはほとんどないんでそれによってと、うん、そうね、まあ、早くあいつか撮ってみたいんですけど、ね、早く打ち見直さないとね <laughs> そんな <laughs> どっちかっていうとそっちの方のの方をね心配した方がいいかもしれないね。はい ありがとうございます。取ってみたいですけどね。はい、そう、ねはい、いありがとうございます。<laughs> ありがとうございました。はいどうもです。失礼します。はい